カット野菜、果実を製造販売する浜松ベジタブル、浜松市は、空気中の水分から純水を作る家庭用製水機の事業に乗り出す。年内に中国に現地法人を設立せ水機の工場を稼働させ、2018年1月に国内外で販売を始める。カット野菜の殺菌消毒で培った技術を応用して付加価値を高め、 健康志向の消費者や災害対策などの需要を開拓する。年内に関東省東福井市に、資本金5000万円で現地法人の朝日転水製造機を設立する。全額を浜松。